ああ、いいこと言いますね、富安僕の中ではオーガナイズされてなかったとしても、強度が高ければ、ある程度は解決できると思ってますし、それをやってきたチームなので、まずはそこをやっていく。うん。なんかすごい、問題点指摘しつつ、あの、長所として褒めてるって、すごい高度なやつですよね。だって、森康ジャパンずっとプレスの連動とかさ、守備の連動の甘さってずっとあるじゃん。でもそこをさ、プレスが連動してなくても、一人が2回追えばいいみたいなチームだから。 それをしっかりやったらできるし、で、逆に戦術的にちゃんと組まれてても、走れない選手じゃ勝てないんですよ。前からプレス連動しても、後ろに戻ってこれなかったら数的不利になるんで。もう簡単な話じゃないですか。相手がボール持ってます。前からバーってこうプレスかけます。こういう風に。で、こうでハマりましたってなっても、キーパーに戻して蹴りましたってなった時に、ここで、ここの4対4の質で負けちゃったらさ、やられるじゃん。この時にこういった人がこう戻ってこなきゃいけないんですよ。これを戻れるかどうかっていうのが、個人個人の強度の高さなんで、それを、 やれる選手しか森保さん選ばないですよね。それが森保さんの選考基準だから。からこれ素晴らしいと思いますね。変に戦術あるとかそういうの持ち上げるだけじゃなくて。で、それが根っこだしね。いつも言うけど、あの合宿でも言ったけどね。情熱があって、フィジカルがあって、技術があって戦術ですから。 ヤフーニュースでベトナム戦後のエンド森田のコメント見たのですが、ハーフタイムまで4141修正できなかったのことのこと、相手ビルドが3バック2ブランの時はどう縦杖して捕まえるとかあらか,じめあらかじめ決めていないものなんですね。森田さんのチームはそうですね。そこを話し合って自分たちで決めてっていう。で、それをね、本当だったらそこの指標を作ってやらした方がいいんだけど、それすらも求められ、求めて <laughs>、あの、勝たせるとこまでいけるのかな、代表なって思える。普通のチームは無理だよ。何にも作んないでやらせるとなんか声でかい、なんていうのか、その、 人としての圧強い、間違ってるやつがガンガン前出て、そういう変な組織になっちゃいますから、あるでしょ、みんなの仕事詐欺でも。ある程度マニュアル決めて、そのマニュアルの中でどう対応するかっていう、だ話し合いのレベルを上げるのが、先日の一個の要素だったりするからね。まずこのシステムでこういう風にプレスかけよう。例えば、具体例出した方がわかりやすいだろうけど、相手が4バックでダブルボランチで、じゃあ2枚はこのボランチをまず切るとこから始めよう。でセンターバック1回開けていいけど、サイドバックに当てて、ここサイドアウト出てって戻したところから全部プレスかけようみたいな。 で、後ろずれをみた。まあ、こういう段階の守備を組んだとするじゃないですか。これに対して相手も当然考えてくるから、例えばじゃあサイドバックのところ、ここにボランチが降りてる。じゃあこの時は、サイドハーフがずれ、えー、ボールをここに出,す出されるとしたら、これがないようにサイドハーフがちゃんと中間のポジションを取ろうになるのか、ここの選手にそのまんま人がついていこうになるのか。これやり方ってそれぞれのチームであっていいじゃん。だけど、これを決めてないと何が起きるかっていうと、まず、この1個目の こうなってこうのこうっていうのすら決めてないから、ここに対してじゃあこう行った時と、ここにこうなった時に、まず1個目のこのズレを決めてないから、2個目のこれなんてもう全く対応できなくなるみたいな。だからこの毎回振り出しに戻るみたいなやつになっちゃうんですよ。で、これが何な要するにはどうするかっていうと、そのマニュアルを作るか、もしくはマニュアルが入ってる状態というか、そこを瞬時に作っていけるところまでいけるような選手たちを、その素養ある人を集めて、その人たちに任せるみたいな。 っていうのが僕はいいとは全く思わないですけど、森谷さんはその手法でやりますね。で、それで成功してるって言われてるじゃん。結局オリンピックも勝ってないし、ていうか、あの、狙ってるタイトル取ってないんですよ、今までずっと。だけど、勝った相手がドイツだからすごい、スペインだからすごいって言われるから、え、でも、オリンピックでああなっちゃってるのどうなのとか、そう、コスタリカはこじ開けれてないというかね、負けちゃってるのどうなのっていう話になるじゃん。前回のワールドカップはね、クロアチアだって勝てたと思うし、そこはね、もう世論がそれを OK っていう風うにしてるからね。 だから僕はこっちだとこうなって、こっちだとこうなりますよっていうのは言えるけど、日本代表を変えることができる人間ではないんで、そこら辺はまあ冷静に見てる感じですね。代表のね、縦ずれは、だから遠藤とか佐野回収だとできるけど、っていう、そのアジオリンピック世代だとできなかったり、他の J リーグから呼んだボランチだとできなかったりとか、ね、田中碧だとずれ遅れたりとか、いろいろありますよね、そういうのは。 えー、アジアカップは多分日本は引いて守られる側だと思うんですけど、日本ってそういうの、えー、苦手だと思うんですよね。そうですね。ピボットで言ったやつだと、やっぱファイブバック崩せない問題。それを韓国とか相手強いところにやられたらきついなと。あと、ハイプレスをキーパーから繋ぐときに。日本がキーパーから繋ぐときにハイプレスかけられると、キーパーから繋ごうとしてサイドバック低い位置で張りすぎて、そこでハマって失点とか、失点なりかけるパターンも,もずっとありますから、その2つが怖いですね。で、 あの、アジアカップ日本が勝てるか考察みたいなので、三苫と久保いなくなってるじゃん。ただこれも、アジアだと中村啓トとか、そのまあ伊藤もいるし、みたいな。で、あとは、もしかしたら、ツートップ的な使い方もするかもしれないし、ドアもいるしね。うん。そこよりも、僕が心配してるのは後ろのところなんですよね。これ、日本の戦い方って何で決まるかっていうと、選手で決まるんですよ。もうだって、西野さんの時もそうだし、森保さんの時も、基本選手が決めてるじゃん。だって、前日に5バック使うんだよ。 ずっとやってきたんとかなしでも、53に使おうとしてハマんねえなっつって、鎌田の意見で541になってみたいなとか、そ西野さんが俺海外分かんないから教えてっつってみんなで、あ、じゃあ、エイバルがやってる守備と、あ、俺もそれをドルトムントでやったかって、カガとかをやってみたいな。そういう国なんですよ。で、アジアカップ何で決まるかっていうと、僕は遠藤とか冨安で決まると思うんですよ。特に遠藤冨安が出られたらどんなサッカーになるかっていうと、リバプールっぽくてアーセナルっぽいサッカーになるじゃん。ってなると低い位置からバンバン繋がるでしょ。低い位置からバンバン繋いでそこを、 なんか,、まあ、だからノリショナルプレーですよ。うまい俺らのグルーブで前まで行って、そこからやってね、みたいな。ってなった時に、相手のね、アジアの,その各国の前からかけるのかとか、その日本がどういう風に繋いでくるかの、そういう対策というか、対策っていう、なんていうのかな、そこをどのぐらい狙うモチベーションがあるか、対策はそんなできないけど、繋いでくる相手に前から行って狙うぞってなってると、やっぱり冨安、遠藤が、冨安、遠藤、板倉、この辺が決めるから、絶対。 日本のスタイルを。森田か。冨安、遠藤、森田、板倉、この辺の振る舞いというか、思考によってスタイルが決まるから、基本つなぐじゃん。ワールドカップ以外はつなぐと思うんですよ、僕。ってなった時に、グループリーグとか、相手弱い時はいいけど、強い時にそれでハイプレス引っかかったり、自分たちのミスで失点して、ファイブバック崩せないってなるから、この4人がつながないでいこうってなったら、めっちゃ優勝の確率高いと思います。 でこの4人がもう自分の限界に挑戦みたいなモチベーションだったらやばいと思いますね。なんで、そのあたりは蓋を開けてみないと分かんないんで、こうご期待って感じですね。跳ね返すことに集中したキム・ミンジェと助走を取った孫ミン怖いですね。うん。前者は起きる可能性ありますけど、後者は多分起きないですね。ファイブバック引かれた時、ぼいないのきつそうですね。うん。あとファイブバックって、ウィングバックがサイドバックより前に出やすいじゃないですか。なんで、張って後ろ向きで受ける日本のウィングなんてバンバン潰しに行かれるから。だからあの、 コスタリカ戦とかと一緒で、ファイブバックってウィングが受けれなくなっちゃうじゃん。こっちの低い位置からボール出す選手と離れてみたいな。で、守備は良くなかったんだけど、ツーセンターバックがボール持っててウィングとサイドバック上がったりしてさ、こういう風になっちゃって、相手が赤ね。こう、センターバックボール持って、ここ離れてる時、繋がんねえなった時、この間をこうボランチとか繋いで、外回経路作ってほしいじゃん。これをね、一番できてたのは田中王なんですよね。この間の試合。 その選手は外したから、この木の使い方みたいな。これが、森田めっちゃ上手くて、エンドもできるから、大丈夫だと思うんだけど、ただ、この時に、低い位置から繋ぐと、この、ペナ幅から、こういう風にウィングンつけるってなると、プレスを回避できるんですよ。ただ、こう開くんだよね、日本のビルドアップは。そうするとここでハマるんですよ。で、無理して中つけた時に失点とかするから、これが日本の圧倒的な技術で、乗り越えられるのか、そうじゃないのか、みたいな。 乗り越え続けられるような、そこの辺の質があると、マリノスが優勝した時みたいなサッカーになるんですよね。でも、ここの質なくなるとさ、川崎とかそうじゃないですか。今、明らかにもやっぱり止めるけるの質もそうだし、守備の判断もそうだし、一番いい時に比べて、質が落ちて、 そこを賄えるような構造は作れてないから。森保さんが戦力をバーって手に入れて評価上げたのと逆で、鬼木さんは戦力をどんどん失って、代わりの人が入ってなくて、今は評価下げてるわけじゃないけど、仕方ないねっていろんなサポーターの方にはなってるだろうけど、やっぱ基本的にみんなそこのね、レシピで何とかしようとか、形で何とかしようってはしないですからね。ペップも意見聞く系の監督なのに森保さんだけ賞賛されて、このやり方推奨されてるのはやばいと思う。だそこのね、違いがあんまり議論されないですよね。 基準があって、その基準、ルールの上で意見の交換されてるのと、基準がない中で基準作ってけって言ってる森保さんで、そこは、後者は別にボトムアップじゃないっていう丸投げなんですよね。ボトムアップっていうのは、ボトムアップすることだから。そう、ボトム消えてるからね。だって、毎回毎回変わってないから、ボトムのところは。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろなサッカー界の話を中心に喋りましょう。しババイバイ。